と今日言いづらいんですけど、はい、実はタイソン呼んでるんですよね、ここに。タイソン250番さんとやっぱり因縁があるかなと思ったんで、勝手にこちらとしては、はい、ここに来るってことですか。ここに呼んでるんですよね。マジで、マジで呼んでるんですよ。彼がなんか動画見たんですけど、はい、どうしても俺のとこにいらないやつがいたら台本貼ってやるから実際に利用してきてって言ってるの見たんですけど、はい、じゃあもし来て彼に台本申し込んだら、はい、やってくれる可能性がある、あるんじゃないですかね。動画外にはなると思います。動画外になっちゃうんですか。彼は動画には収まりたくないと思う。外に姿見ないんだよな。すぐ来ますか。多分何時ぐらいですか。ドアの向こう側にはいるんじゃないかな。あのこの後ろのところがトイレのところなんで、あの通路の方にいるんじゃないかなと思うんですけど今。あ、本当ですか。はい、ちょっとじゃあ連絡して呼びます。あ、お願いします、はい。ちょっと待ってください。タイソンってことやろ。なあ、何しに来たんだよお前。なあ、タイマン半だろ。なあ、タイマン半だろお前。来いよ。分かって来いよ。これ回しちゃってるけど。いや、あのすいません。山形のタイソンさんなんですよね。所沢じゃない。ああ、所山形、あのちょっと地名間違いしちゃってキャスティングミス。なんかちょっとビビっちゃったよ本当に。マジで。マジで。所沢って言ったじゃないですか。あ、すいません、ちょっとあの山形間違えて山形からキャスティングしちゃったんですけど。はい。今度入ってきたらなんかすごいとなってるからな。ここいや所沢タイソンって聞いてたんで。あ、そうなのかい。すいません、あの間違えてキャスティングミスで山形から来ちゃ、あの来てもらっちゃいました。よく来ましたね。いや、どうだよ、本当に朝4時半起きだよ、本当に。本当ですか。うん、来て胴上げた瞬間、てめえこの野郎なんて言われて、本当にダメだな、本当に。勉強しちゃって。呼ばれた理由は何だよ。呼ばれた理由、うん、なんか来いとジャムネから言われたから、はい、来たんだよ。来たらよ、250番さんがよ、てめえこの野郎なんて、お前何しに来たんだ、お前やんのか俺となんて言われて、俺どうしようもねえなと思って。いや、最近見たんですよ。うん、あの所沢タイソンの、あのあれかい、うん、そうです、うん、それであのタイマー張りたいんだったら張ってこいみたいなことを言ってたんですよ、うん、で所沢タイソンが来るって言うからまさか山形だと思わなかったんです。ちょっと本当に申し訳ないんですけど、よくよく考えたら私タイソンにブロックされてるんですよね、インスタを。で、ライブ帰ってこないっていう状態で、LINE 帰ってこないで、じゃあインスタ DM しようと思って、うん、タイソンで調べて DM を送ったら間違えて山形の大佐さんに送っちゃった。よく考えたらブロックされてたんですよ。本当に。なんだろう、なんだろう、チャンネルから来たなと思ったらよ、チャンネルから来いやんって言われて誘われてのこのこ来ちゃったんだよ。うん、そしたら本がな状態だべ。こういう薄暗いところで何ができると思ってきたんだけども。いや、ほんとすいません。キャスティングミスですね、これ完全に。マジで頼むよ、本当に。後でお金返した方がいいですよ。代わりに。俺が、はい、そうだよ、なんであのデブが使った親父の俺が払わないのよ。それをじゃあアロチャンネルさんの方でやってください。その、あ、返すのかい。返す動画を、そうですね、買っときますんで。しょうがねえな、こんなタイソンって呼ばっちゃうんだけどもよ、お前の金使った相手が何さ使ったか知らねえけどもなべ、俺の使った時もう全部で何部だっけ。9万円、はい、9万円で何冊買ったものです。代わりに返してくれ。俺がファイルが使ったほかに笑っちゃうね。なんだよ本当に、ここまで来てここまで来る何本かかったと思ってんですか。高速代、ガソリン代な、ツナメニュー全部で10万円だべ、10万円本じゃバカくせえ。俺の働いたお金半分以上減るべや、1ヶ月のな。どういうことだよ。ジョーマネーはあいつが何が使ったら分かってるのか。何使ったの。そうですね、まあ大体女に使ってたって。女で。そうなんですか。あの何人か彼女いたみたいなんですけど、私も正確には把握してないんですけど、一緒に組んでた時にあのファンの女性に手当たり次第に DM して、うん、こう会ってないけど付き合ってるみたいな人が何人もいて、であの見つけ物を送ってた感じですね。送ってもらってたんじゃなくて送ってたんです。自分が送ってた感じですね。やりけみたいなこと言ってる。
バカだね。まあ、ピーカツみたいな。で、何もできずに。何もあのデブは。そうですね。多分なんかできた人は一人しかいないと思います。何も。一応できた人はいるんですね。一応一人はいるみたいですね。へえ。はい、どこの女だべね。山田さんのところに来ないんですか、そういう。俺も一切来ないよ、本当に。俺も何、邪魔でのあれが財布から俺も手に取って、俺もそれであれすればいいのね、女。なんで目の前にの匂いですか。だから、そうすれば俺も女できるとか、一人ぐらい。だから結局何人かいるうちに一人ぐらいは当たるとこだべ。それやったら。数出ば当たる。数出ば当たるとこだべ。でもよ、俺はあいつデブだべ。あいつもハゲてるらしいだね。邪魔での話に聞くと。ハゲてるんですか。実は結構、そのてっぺんだけだからみんなわかんないんですけど。ペンはもう来てますよ。まあ、後でちょっと写真見てます。あ、ありがとうございます。だからハゲでデブだべやっちゃう。俺は痩せでハゲだから。どっちがいいと思う？痩せでハゲの方がまだマシだべ。どっちもやってね。しょうがないな、それはね。まあ、デブが好きな人もいますから、ね、うん、世の中に。あ、そっか、はい。俺も結局女性はよ、ガリガリよりもよ、ちょっとふくよかな人が好きなんだ。タイプはどうだよ、やこじまさん。自分は痩せてる方が痩せてる方が、はい、合わねえな俺の。まず俺はぽっちゃり派なんだよな。服よくあるよ。それを見ながら次来い。もうね、一緒にそれを見ながら次来い。ここでよ、二人でやってみて。いい、それはやめ。それは遠慮しておきます。それやめかか。じゃあしょうがないな。じゃあ一人で次来いしかこう。、うん、なんか、うん、山田さん、うん、結構好みだって。それは本人まで言っちゃうのかよ。その体型の問題なんですか。いや、顔もだね。うん、俺は服用家だけどブスはダメ。可愛くてちょっと服用家なんですよ、次の顔全然いい。や、もう顔はもうあれだよ、最高だよ。うん、俺2万5千円払ってもいいな。結構出ますけど。結構出す。その2万5千円にどこまで含まれるんですかっていうことですよ。含まれる。なんか世の中には食事だけして帰っちゃう女性とかもいるらしいですよ。だから結局よ、俺はよ、M だから、もう俺に叩いてもらったりとかよ、うん、いろんなことをよ。それに2万5千払うんですか。2万5千、だから結局マネージャーのサイズがその2万5千円をよ。対策取った金で。そう、対策した金で、まだリバースも。わかるね。そしたらただだべ、俺。クズ野郎。ただ。クズ野郎じゃないですか。ただでできるってことだ。再現度高いですね、なんか。だからよ、あとからよ、ジャーマネーのもよ、こそっとトイレつって何言ってんのか分かんない。こそっとよ、トイレつっちゃって、はい、それはタバコ吸いにくれて行ってもらって、うん、俺そっとせあのアレルギーにジャーマネーの最後とか。そしたらあれ目の前にいるから。あ、本当だね。そうなんだ。てなわけで、はい、俺はこのまま帰ればいいのか。何も知らない。呼ばれただけで帰っちゃっていいですよ。呼ばれただけで呼ばれただけで、はい。そうね、お金返して帰っちゃう。お金返して返せばいいのね。帰っちゃえばいいと思います。どうするの、高速代とか。俺に言われても分かんないです。しょうがない、帰っこれ。ありがとうございました。ありがとうございました。言うだけタダだよな、ありがとうなんて。じゃあな、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。うわ、あれ何だったんですか。あの、僕気になったんですけど、はい、50万でどうたらみたいな。ああ、はいはいはい。あれは何だったんですか。50万円は、とりあえずハイブリッドコウスケさんっていう方が、久保博文に50万円を貸したんですね、はい、はいはい。その貸した理由っていうのが、はい、すいません、名前忘れちゃったんですけど、とある YouTuber の人がいて、で、その人が、うん、プライベートで、うん、不良関係の人から恐喝をされてると。50万円の恐喝をされてて、助けてくださいっていう風にタイソンに頼んだらしいんですよ。で、じゃあ俺が出張ってやるから、その50万円はそいつに払わなくていいから俺に払えという恐喝をしてしまったんですよね。で、結局なんかその50万円を返す返さないみたいな話になって、用意ができなくて康介さんに借りたのが50万円らしいです。いや、僕が聞いてるのはその50万じゃなくて、なんか50万払うからなんか察してくれみたいな。あー、はい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 。そっちの方です。じゃあこれ一回通していいですか。あ、いやいや、いいっすか。いいっす、そのままでいいですよ。50万円は、はい、マネチャンネルの話ですね。あ、マネチャンネルさんの方の話です。リスナーさんで、はい、あの最初の頃からずっと応援してくれてる人で、毎朝赤スパを投げてくれる人がいたんですよ、毎日。はい。
すごいじゃないですか。1万円とか1万2000円1万2000円とか毎日。あれマックスいくら投げてるんですか。いやちょっと分かんないんですけど、とりあえず1万2000円を毎朝投げてくれる人がいて、すごいなと思ってたんですよね。めちゃくちゃいいですね、それめちゃくちゃすごいじゃないですか、うんうん、で、まあ、DM が来たんですよ、ツイッターで。で、スパチャが50万円分までいったら暁には直接会ってほしいというお願いが来て、すいません、それはできないんですよっていう断り方をしたんですよね。そしたら、じゃあ今後は登録者の確認だけ行くから頑張ってねみたいな感じで終わったっていう。登録者の確認、視聴ライブの視聴はしないけど、うん、登録者だけはちょこちょこ確認しに行くから頑張ってねみたいな DM が増えてるかどうかだけ見に行くけど、はい、行くよみたいな、でも配信は行かないよっていう感じで終わったんですけど、まあ、一応その後最近なんですけど、うん、1週間ぐらい前にその人から連絡というかコメントが来て、心入れ替えます、もうこういうことは絶対言わないので応援させてくださいっていうコメントが来て、うん、毎朝5000円投げてくれてます。あ、ちょっと減っちゃったんですね。ちょっと減りました、半分減りました。あ、でもいいっすよね。すごいです、めちゃ応援してくれてます。それは羨ましいな。結構私の視聴者さんって女性の方も多くて、はい、女性の人も結構毎日シコシコ円投げてくれる人とかがいるんですよ。4545円でシコシコ円、まあ、そんな半端な数字も投げれるんですか。投げれます。iPhone だとできないんですけど、パソコン Android だと打ち込めるんで、シコシコ円を投げてくれる人女性でもいますね、結構。そうなんですか、はい、分かりました。今日はありがとうございました。じゃあこそありがとうございます。所沢のダイソンだったらよかったですかね。そうですね、ちょっと私もうっかりミスが多いんで、やっぱり間違えちゃいましたね。わかりました、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。